はい、野村です。前回の動画で初心者4人と戦ったんですけど、思った以上にみんな上手くて、ボコボコにされたんですよ。やられちゃいました。ここにいっぱいいる。ピンクアーマー使ってる。すげえ。てかもう、この時点で俺、ピンクついてるんですけど。あ、登れなかった。やべ。ここ行けなかったか。やばい。あ、頑張ってる。頑張ってる。ほれほれ。風呂降りれなくなっちゃったみんな。俺。ドローラーを一回。あ、逃げられちゃったな。うわ行かれた。戻ってきた。ローラー戻ってきた。待って、ボコボコにされてる。このステージトランポリンがあるんですけど、このトランポリンがスプラトゥーンをやってる人も落としてくる呪いのギミックとなってまして、前回ボコボコにされた仕返しと言ってはなんですけど、今度4人に呪いを与えていきたいなと思います。これジャンプマットで俺は落として倒す。はい、間違いしました。ジャンプマットの歌縄張りバトルよろしくお願いします。もう見たらわかると思うんですけど、もう落ちそうでしょ、このステージ。タチオパーキングみたいに人が落ちていくんですよ。ここからちょっと最初見とくのもありだと思うんですよね。あ、ほらもうジャンプ使ってる。待って、ちょっと使って上手くなってる。さあ、ちょっと前の方行きますか。あ、誰か落ちた。あ、こっち誰か落ちてる。ぴょんぴょん跳ねてる。ほら、ぴょんぴょん跳ねてる。ほれ。このね、ジャンプ使って落とす。この間、やられた恨み。この間やられた恨み。一個前の戦いで俺はボコボコにさ、よし、一人倒した。よし、これ、うまく使おう。俺も落ちないようにしないとな。さあ、どうする。あはは、美味しい。難しいぞ、これ、初心者には。ほら、頑張ってる。頑張れ。あ、やばい。丸見さがやばい。で、俺こっちに移動して、あ、落ちちゃったか。この間の恨みをここで。先生、ほら、また落ちてる。どうする?トランプリン使って?うまい!待って、マニューバーだけうまい。トランプリンの扱いに慣れている。もしかしたら家に、お家にトランポリンがあるかもしれない。トランポリンアスリートかもしれない。あ、誰か落ちた。やばい、いっぱい来て。今度こっちに逃げよう。こっち。このトラン、やった、落とした。来れるか?敵。初心者ちゃん、これ。あ、やばい。ほら、いっぱい倒してんじゃん、俺。強いじゃん、このトランポリン。呪いのギミックなんですよ。本当に、ランクが高い人とか上級者でも落ちる。本当に上手い人は落ちないのかな。おい、よし、これ。あ、下にもいる。まずい。戻れ。まずい。あしゃ。楽しい。やばい。しる。なんとか耐えてます。明日の初心者頑張ってる。下の子頑張ってる、ほら。俺もボムついてきてるな。いや、ボムがやばい、ボムが。危ない。見て。当たった、やられた。やられちゃった。ちょっともう、楽しかったんで、散歩しに行きました。ランク2の子がね、頑張って跳ねてるんですよ。頑張れ。もう、
戦いとかそういうのじゃなくて、散歩になっちゃったんですけど。頑張れ頑張れ。あーはははははは。頑張ってる。こっちだよ。ここだよ。ここジャンプ。おー、いいね。ジャンプジャンプ。うまい。こっちや。こっちに来るんや。頑張れ。おお、あー落ちてた。嘘。え、てかここで死ぬの、ここで。惜しいな。こっちだ。こっちに来るんだ。ここだ。頑張れ。おー、ナイスナイスナイス。ナイス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 。他の子見て応援してる。応援してる。で、今度こっちに来てもらうか。こっちだ。ここだ。ランク2。ランク2頑張れ、ランク2。頑張れ。あー落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃったか。頑張れ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 、あ、俺が落ちちゃったよ。